今日は皆さんにマレー語でどうやって石を伝えるかを教えるで。What's going on, 日本？リックやで。日本語では自分の意思を伝えるときに物に対しては推しっていう単語をつけるんですよね。または動詞の後ろにたいっていう風になんか追加するんですよね。例えば学校行きたいとかリンゴが欲しいとかっていう風に自分の意思を伝えるんですよね。一方英語の場合は want っていう一つだけの言葉を使って自分の意思を伝えるんですよね。マレー語もやっぱりね英語と似てるんですよね。この一つの魔法の言葉だけ使えば自分の意思を伝えるようになります。というわけで見ていきましょう。 Let's go! な、な、なっていう言葉を使えば自分の意思が伝えられます。どうやって使うかっていうとなの後ろに名詞または動詞をぶつければ大丈夫です。例を見ていきましょうか。さよなグラス、さよなグラス。さよは私っていう意味があります。グラスっていうのはグラスのことです。というわけでさよなグラス、私はグラスが欲しいですという意味になります。さよなミノンテータレ、さよなミノンテータレ。テータレっていうのはマレーシアバージョンのホットミルクティーです。ミノンというのは飲むっていう意味があります。というわけでさよなミノンテータレ、私がミルクティーが飲みたいです。さよなルエ、さよなルエ。ルエっていうのはお金っていう意味があります。というわけでさよなルエ、私は金が欲しいんです。否定したいときどうすればいいんですかね。見ていきましょう。だな、だな。マレー語の場合はそのなの前にたっていう単語を付け替えれば大丈夫です。例えばさやたな納豆、さやたな納豆。私は納豆欲しくない。またはさやたなまか納豆、さやたなまか納豆。私は納豆食べたくない。なと同じ意味のもう一つの単語があります。まお、まお。これはなと全く同じ意味です。どっち使っても全然大丈夫です。今回の単語はどっちかっていうと会話の中で使う単語なんですよね。まあ、正式の文章には使わないでください。いやーどうでしたか皆さん。これで皆さんもねまた新しいマレー語を覚えられるようになったかと思います。マレーシア人と会話する機会があればね、ぜひ自分の意思を伝えたいなと思った時にはこの単語たちを使ってみてください。では今日のレッスンはこの辺にしときます。また会いましょう。以上リキャットでバイ。最後にもう一杯見るで。さよなグラス、さよなミノンテータレ、さよなルエ、さよたな納豆、さよたマオマカ納豆。